皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太郎です。私自身の人生の目標として、幸せな世の中づくりに貢献したいというのが、あるんですけれども、私自身はですね、2012年に教員を辞めて、そしてギタリストになって、そしてギタリストになって10年以上が経ちまして、今ですね、幸せですと自信持って言えるんですけれども、私自身も絶対忘れてはいけないこと、そして皆さんにも知っていただきたいことがあるんですけども、それは何かというと、人生というのは、辛くて苦しいのが基本ですよということをちょっとお伝えしたいと思います。はい。じゃあ私自身も24時間幸せかというと、幸せの時間は多いけれども24時間ではないというふうに思います。あと皆さん自身ね、毎日の生活振り返って、いかがでしょうかというところですけれども、世の中の状況を見ても、2020年にから始まりましたウイルス騒動に始まってですね、最近は、物価高とか増税の話とかね、上げればキリがないくらいこうちょっと暗いニュースが多くなっていますけれども、じゃあ今の時代だから辛いのかと言ったら、そうではないということです、ね、昔から辛かったし、むしろですね、昔よりは今の方がまだ全然暮らしはマシだと思います。少し歴史の勉強すれば分かりますけれども、ほんのちょっと前までは戦争をバンバンやっていてですね、命の危険すらあった。それがあとはもっと前、江戸時代とかそれ以前だと食べ物の、ね、心配をしなくちゃいけなくて餓死で死んだ人がたくさんいた、ね、戦争の危険、餓死の危険というのがずっとつい数十年前まであったわけです。それからすれば今ね、増税とかちょっと閉塞感のある世の中というのはあるけれども、命の危険まではあまりないし、ね、餓死で死ぬ人も昔ほどはいないと、ね、いくら貧乏だ、お金はないと言っても、餓死で死ぬという人はあまりいないと、ね、それを考えれば、昔から考えればだいぶマシなこう世の中にこうなっていますね。まずそれを言いたいんですけども、それでもね、辛いなというふうに思うかもしれないけども、基本的に人間の歴史を見ると辛くて苦しいのがまず、基本であると、なんでですかと言われても、今言ったように歴史を見ればそうですということは言えるんですけど、数学みたいにこうだからこうですと論理的な話はできないんですけど、一つ言えるのは、人生というのは辛くて苦しいと思って人生と向き合った方が意外と気楽に生きられますよということです。それが人生というのは楽しくてハッピーなのが基本ですというふうに思って人生にこう臨むと、最近のね物価高とか閉塞的な世の中とか見ると嫌な気持ちになる、ね、だからまず辛くて苦しいのは基本で、その上でなんかいいことに出会ったら、ああよかったなって多分ありがたみを感じると思うんですね。だからそう辛くて苦しいと思って人生に臨んだ方が、いいですよという話です。これはあくまで私の考えですけども、皆さんね、そうだなと思う方はそう思ってのこう人生に臨まれるといいかなというふうに思います。でもう一つ言いたいのは、これはね、私ではなくて、いろんな本とか人の話で複数人が言っていることなんですけれども、人間って何もしない状態で幸せに生きられない生き物なんですね。何の努力もせずにして幸せにはなることができない生き物だというふうに言われています。ちょっと動物は分かんないです。動物はちょっと話聞いたことないんで分かんないですけど、人間はそうだと。例えば何にもしない、パッと思いつくのが、何もせずに一日中ぼーっとテレビ見てると、それが果たして幸せかということです。私はもうギターを始めてね、もう30年以上なので、そういう生活をしばらくしていない、わけですけれども、話を聞くとやっぱりそれだとこう、あまり充実感がなかったと、ギターをね始めて
あの趣味を持った方と話をすると、やっぱりこう一日中テレビを見てる生活はあまり幸せではなかったと、今ギターをやってる方が充実感を感じますという方はね、あのよく聞きます。だから人生というのはこう何もせず しない状態では幸せになることができないということです。はい、ね、まあ以上のことからしてね、まあちょっと私があの言いたいのは、まずこう幸せになる努力をしましょうということです、ね、幸せになる努力、それはどういうことかっていうと、まあ、これをしたら、あるいはこれを達成したら私は幸せだと感じるというね、何か打ち込むものを見つけて、それに一生懸命、ね、取り組む、ね、人生を送りましょうということです、ね、それはあの他の人から見たら価値を感じるかどうかとか、そんなのどうだっていいんです。私の場合だと、ね、今取り組んでるギターの曲が弾けるようになったら幸せだとか、ね、人様の前で弾いて人様に喜んでいただいたら幸せだとか、ね、それに何か打ち込むものがあって、うん、それを打ち込んでる、ね、過程、そして結果、それがやっぱり幸せの源であると。何かそういう打ち込むものを見つけましょうということです。あとはですね、何か幸せなことに出会ったら、それに当たり前だと思わずに感謝しましょうということです。ね。だから、まあ、辛くて苦しいのが当たり前だから、幸せなことに出会ったら、ね、何かができたとか、あるいは誰かと楽しい時間を過ごせたとか、そういう幸せなことがあったら当たり前だと思わずに感謝しましょうと。そうすると、当たり前だと思うよりはやっぱり感謝した方が、よりこう人生をね、充実して幸せに生きられますよね、というあの話です。はい。で、あとはですね、どうしても、今のような世の中だと、先々のことに対する不安ってすごくあると思うんですね。私ももちろんゼロではないです。はい。いろんな、この先の世の中どうなんだろうという不安はあるんです。あるんですけれども、今日この時点で明日のことって簡単に変えれないんですね。あるいは10年後のこととかも変えられない。だからいくら思い悩んでもしょうがないので、やはり、今の我々にできるのは今日一日を精一杯生きること。それしかないんですね。本当に私、それの積み重ねでギタリストになってから10年以上、その一日一日の積み重ねで今日まで生きてきました。うん、だから今日一日の区切りで精一杯生きようというふうに決めて、やっぱり今日やるべきことというのを自分で目標をしっかり見つめて、それにしっかり打ち込むと、ね、そうすると、何もしていない状態の時よりは思い悩むということは減っていくんじゃないかなと、ね、いうふうに思います。今日一日の区切りで精一杯いきましょうということです、ね。今日はですね、人生というのは辛くて苦しいのが基本ですけれども、じゃあそれに対して人生にどう、ね、向き合っていったら幸せになれるかと、幸せに感じることができるかというね、話をさせていただきました。参考になれば幸いです。それではさようなら。